高須クリニックの高須克也院長79が14日までに自身の X、旧ツイッター、を更新パワハラなど数々の疑惑が取り沙汰され辞任を拒否している斎藤元彦兵庫県知事について擁護する姿勢を打ち出した写真人気女優2人の横で笑顔の斉藤知事高須氏は知事の涙を拝見しました 僕は戦友と信じていた維新の皆さんが擁護しないことに対する悔し涙のように感じております。僕は一旦同士と認めた戦友を命がけで守ります、と記述。続く投稿では、ユーザーがポストした、斎藤知事の実績などについて書かれた画像を添付しつつ信念も根性もある立派な知事だと思います。兵庫県民になってお力添えしたいです。なうとポストした。 これらの投稿に対し、ユーザーの兵庫県民から、斎藤知事の商店街の会合における過去の振る舞いについてコメントが寄せられたが、高須氏は知事の無作法にお怒りであることは理解いたしました。僕は無作法で人に好かれない有能な方々を存じ上げております。女才ない無能な方々より評価してます。僕の思考です。お許しくださいとつづった。